はい。よろしくお願いします。今日は、コスト見えるくんというアプリケーションについて、はじめに、ちょっとドキュメントのコンベンションですね。太字とかイタリックとか使ってるんで、ちょっとどういう意味なのかっていうのを、ここに書いておきます。で、はじめに、自己紹介ですね。ちょっとさせていただきます。私はクリエーションラインという会社で、リードエンジニアをさせていただいております。主に取り扱っている、刺さっている技術領域は、まあ、NLOps ですとか、あとは、イベントストリーミングですね。その辺の、技術に携わっています。あとはプライベートではちょっと GitHub の、プロジェクトとか、ちょっと少しコーディングとかしております。で、まあ、好きなプロジェクトは Apache Beam というものがちょっと個人的には好きです。はい。まあ、何かあれば、Twitter 等でご連絡をください。で、早速本題に入っていきます。私が所属しているチームなんですが、大体100人を超えるチームでして、で、その中で私の上司ですね、が、メンバーが使っている検証環境の、クラウドサービスのコストをちょっと把握しづらいというちょっと状況がありまして、で、まあ、ちょっと困っているという、ところがありました。で、まあ、それに対して何か貢献できないかなと思いまして、で、ちょっとアプリケーションを作ることにしました。まあ、いろいろ世の中コスト管理するものがあるんですけども、自分たちのフォーマットで、管理していきたいというところは、コストをちょっと見える化していきたいというところがありましたので、で、ちょっと自分たちで作ることにしました。で、まあ、名前はコスト見える君という少し、キャッチーな名前にしております。で、はじめアプリケーションを作るにあたって、まあ、ドメインモデリングと言われる、ちょっと DDD ですね、ドメインドリブンデザインの発想になるんですが、中の仕組みがまず、コストのお金流れがどうなっているのかというところから始めました。で、いろいろ議論をした結果ですね、まあ、サマリーの情報と詳細の情報という概念にまとめまして、で、外部のサービスですね、に情報を置いておこうと。いう構成になりました。で、こちらは、ちょっと GitLab の ReadMe のスニペットになっております。まあ、外部のサービス、Slack と Google ドライブとあと Elastic Cloud ですね。これをちょっと使おうという話になりました。実際作っていくにあたって、まあ、3人しかいない、チームというか、でしたので、3人でこう作っていこうという話になりましたので、やはり、運用ですね。この辺はちょっとなるべくやりたくないと。まあ、IT オプスは、なるべく別のとこに置いておこうということで、今回エラスティッククラウドですね。まあ、特にキバナとエラスティックサーチをフルマーレで使うというところが、まあ、ポイントでした。まあ、これによって、アプリケーションのドメインにフォーカスするということができております。下にありますのは、まあ、全体の構成になります。で、その他ですね、まあ、サマリー情報と詳細の情報っていうところを作って、で、まあ、スキーマのモデリングというところは一つのポイントでした。で、エラスティックサーチはマッピングを、まあ、自分で、型ですとか、まあ、作ってですね、で、インデックスに、設定するということができるんですが、で、まあ、我々の概念ですね、まあ、サマリーの概念っていうものと、あとはエラスターチのマッピングっていうところが、まあ、うまく、噛み合うところがありまして、で、こういった点がエラスティックサーチで、まあ、使ってていいなという点になります。まあ、下にありますのが、まあ、我々のサマリーの情報と、あとは、まあ、エラスティックサーチのマッピングですね。これがどう関係しているのかというところの、まあ、デザインシートですね。これ実際使っているものになるんですが、になります。で、その他、まあ、実際スキーマをコードに書いていく上で、まあ、ORM ですね。これを使っていきたいというところ、OR マッパーですね。これを使っていきたいというところがありまして、で、まあ、エラスティックの方のプロジェクト、エラスティックサーチ DSLPY というプロジェクトが GitHub でありますので、まあ、この辺をちょっと採用しながらコードがうまく書けているというところがあります。下の図の右側のかとこ、ちょっとサマリーの、モデルの例になっております。で、まあ一応スラックに通知するだけで、
私の上司は一応満足していたんですが、まあ、やはりスラックに通知するだけでなく、まあ、貯めておいて、で、その中で何か気づきがあるのかというところも、しっかり取り組んでいこうと。で、これ、まあ、やはり基盤なんですね。これを、のダッシュボードを使って、で、その辺のちょっと気づけられないかというところに、取り組んだりもしています。で、下にありますのが、ちょっとダッシュボードになるんですが、まあ、ポイントは、まあ、左上のに、我々が、まあ、トライしたい気づきといったものをちょっと置いておりまして、これが実際、ダッシュボードを通じて、どういう流れで何を得たいのかという、ものを実際書いております。書いておくことによって、まあ、ダッシュボードを見ながら、その、インタラクティブですね。実際ちゃんと我々が得たいものを得るのかというところが、自分たちで、まあ、把握できるというところが、あります。まあ、どういうことが把握でき、使い方といったところは、まあ、ちょっとパネルに載って通りなんですが、はい。まあ、こんな形で基盤も使っております。で、一応ここからはですね、まあ、他のサービスを使ったりですとか、あとはいろんなものを取り組みながら、まあ、エラスティックサーチ、まあ、エラスティックのプロダクトを使いながら、より良いものを作っていきたいというふうに思っております。はい、発表は以上になります。